今回の打ち上げは1つの発射台に6つの衛星を乗せるため失敗する可能性を排除することはできませんが、失敗しても次の打ち上げの試みの成功率を高めることができるデータが得られるほど有意義な実験だと航空宇宙研究所が明らかにしました。ウィザードが無事に軌道に乗った場合、1日に登録する地球は12月まで惑星探査と天体観測、搭載長期性能試験などに君のこと全てが好きだよ。今まで通りに戻れない、他は Nothing but a funny road with you。送りたいメッセージはありますか？